放送できなそうなんだ。いや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 私はこれで幸せでしたよ。開業部門にはね、もうありゃがむしろカットしてほしいぐらい恥ずかしい話してないですか。波中ちょっとこれもまたカットになる、はい、むしろカットしてほしいぐらい恥ずかしい話してないですか。ものすごい恥ずかしい話なんだけど、俺は仲間とはよくそれ、僕だけじゃなくてそれを感じてる人たくさんいるんですよ。それ何かっていうと、これなんか就業装置を突っつけてみようって思った理由の一つのそれなんで、実はですね、お湯、カップラーメンにお湯を入れると、ものすごい確率でナブラが浮かぶ。で、なんか飯食うの見計らったようにって冗談でみんな言ってるんですけど、じゃなくて、俺はこれだけこんなに起きてるってことは何かやっぱりあるんだなって。で、ガス、ほとんどの人はガスなんですよ。ガスとかその子で、沸騰してるあの周波数に俺は実はこう伝わってるじゃないかって俺にわかに思ってて、でですよ、で、絶対そうなんですよ。これ以外にだってこんなにナブラが出るあれってないよなってずっと思ってたんですよ。そういえば、わかんないですよ。ただその収納装置っていうのを買ってみて、あれって、船底と、その収納装置発生する間に、はいはい、サラダ油か水を入れるの。そうですそうです。で、それあれアメリカのケビンワンダムとか使ったやつでしょ。それのことだよね。そうですそうです。で、あれスイッチ入れるとポン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 で、音がする。はい、あれってまさにそのお湯が沸騰してる音なんですよね。はい、と思ってた、これやっぱりこれじゃないのって俺買ってなおさらそう思い出したというか。というのがここ数日ちょっと前の出た時も何回もあったんですよ、はい、それが。いやバスボートなんかでも俺実は効果あるんじゃないかって密かに思って。いやあるんですよ実は、そういうもう製品が。あ、そうなんバスボート用にであって、それケビン・バンタムって選手が使って優勝したにと犯してるんですけど、本当にただ優勝したことを使ってそれを売ろうとしてるのかどっちなのか分かんないって言われてて、でだからその非常にグレーな商品としてあるんですよ今は、はい、だけど そういう面もありながら、例えばカツオの一本釣りで淡水水を回して散水器で水を水面にバーッと回すと、はい、同じだよね、あれね、魚がそのナブラが起きてると思ってカツオが興奮状態になって釣れるわけですね、うん、あと炭酸水を撒くとか、うん、もう実際そういう方法があるんで、うん、あれを水をまかなくても水をまいた音を録音して流せばいいわけですよ。だからそれはどうなんだって話はあって、その研究は実はそのアメリカの大学がガーミンがお金出したりとかして研究したりもうやってるんですよね、はいはい、でまあそれは商品に出てくる日が必ずございますんで、来年、いや来年ではないと、もちろん先ですね。それは就業装置で最初に作ったのが日本みたいですよ。ああ、そうです、日本ですよ、ね、うん、日本で、ね、開発されて、なんかアメリカとロシアがやりだしてとかっつって、うん、なんか俺そういうの読んだことあるんですよね、うん、ペーハーセンサーとかも買ったもんね。ああ、ありましたね、30年ぐらい前ね、うん、昔と、カラーチャートとかね。そうそう、カラーチャートとかありましたね。だからまあその、うん、釣りと科学っていうのは、釣りと科学と迷信ってあって、うんうんそれが、何て言うんですかね、なかなか釣りを科学しようと思ったときに、うん、同じ条件で同じように試せるかっていうと、例えばこれで今、赤で釣れたよと。で、その他の色にクリアにしたら釣れなかったよ。で、まあ、たまたまそこに魚がいたから釣れただけなのかもしれないし、まあ、本当に魚が2色を比べてこっちと思って食ったのかもしれないし、ちょっと分かんないところがあるんですよね。で、それが、そのライブスコープとか、ソナーの出現によって、うん、もっとより角度の高いその AB テストというか、ねうん、A のプランでやったらうまくいって、うん、B のプランではうまくいってとかどんどん出てくるん で、うん、でそれでどんどん解析されていくとは思います、うん、で結局本当に迷信からそのあれですねスーパースピションですよね、要するに迷信からサイエンスに変わっていくのがこれから起きてくる、うんことだと思うんですけど、だから僕は結構本当にこれがすごく楽しみで、
魚にとって何がツボっていうのは、うん、いろんなことがこれから分かってくるんじゃないかな。で、分かってる人たちがトーナメントで今結果を出しつつあるんで、うんうんうん、その装置じゃなくて野木さんにお湯を沸かしながらつってたお湯を優勝したって言ってましたよ ね, ねやってましたね。バスボートに積もうかジェットボイル、ジェットボイルから。でも本当にそのこれ本当ですよ、多くのマグロアングラー思ってますよ、それを、うん、なぜかお湯を沸かすと出る。で、待ってるね、この辺でナブラを切るかなって待ってる時間帯も今日ありますし、こう見て足ね、ナブラないかな、ナブラってバーって突っ込む、探していくスタイル、うん、で、まあ基本こう待ってる時にこの辺ナブラを切るんだろうなっていうところで待ってる時にお湯を沸かすと思って始まる。もう本当にもう全然今日はもう諦めだな、しんどくみたいな、うん、でなってると、はい、なってる時ももちろん出るし、うん、その僕もほぼほぼ一日中出て、はい、あ収まったな、急いで飯食うぞって、うん、そうなってる時でもお湯沸かすと、あー炊けたっつって、うんうん、カップラーメンが焼きそばみたいになること何回もあるわけですよ。もう本当にね、ちょっとこう冗談と言い切れない、うん、部分がすごくあるんです。それだいぶ沸騰しきってこう泡がこうブツブツ出てくる時じゃないとこうかね。いやいや、そんなことなくて、まだ水入れてピーターで、それはあのポットに水を入れてまだぬるいだろうなってスイッチ。いや、それはあんまりなくて、うん、どっちかっていうとお湯を沸かして沸騰されてブクブクみたいな、カップラーメンにお湯入れたタイミングだったんですよ。だから、はい、すごい遠くから来てるんじゃないかって思う。だから魚がこう集まってきてる。音って結構相当通じるじゃないですか。通じます、通じます。水中はもっと、全然音速は空中の4倍になりますから、水中の音速って、うん、だからそれってその僕は正直ナブラに なる理由っていうのと直接は関係ないと思うんですよ、うん、その魚が集まる一つの理由だと思うんです、うん、例えばそのタッピだと確実にこの流れに集まる時間、離れる時間っていうのは明らかにあるんですよ、はい、例えば早すぎると、うん、あの競りはつけないんですよ、魚は、うんうんうん、だから北海道、まあ北海道沖っていうかその海峡の深い方にいるんですよ、うんはい、要するにあの適水性を探してるんですよ、うんうんうん、その多くの魚っていうのは、うんうん、で適水性がないんでいるじゃないですか、うん、緩んだ瞬間、あれ、うん、僕のいるスピードじゃない背に集まってくるんですよ。で、お、ここいいじゃん、ここすごく歩きやすいって、はい、人間が歩くスピードで入れるスピードっていうところを、まあ多分あの目指してると思うんですけど、そして今度そこにずっといて餌を出すんですよ。で、あれちょっと遅くなってきた、うんうん、そうなると今度その背を乗り越えるんですよ、はい、で、その先に魚ってなんかね、多分遅くなるとその先に速いものが、速いところがあるっていうその意識があるんですよ、うん、背をこうすっと今度は滝のところまで行って、はいはいはい、滝から大黒のところまで行って、うん、あれ思ってる速さじゃない、うん、で、今度外に逃げるんですよ、うん、そしてまた必ず大きく回って海峡に戻る、はい、で、適水性を探すっていうその明確なそのあれがあるんですよ、はい、その中で、うん、その集まる時間帯じゃない時間にその周波数が鳴ることによって、うん、あれなんか餌がいるんじゃねみたいな感じでブーってくるんですよ。ただその来る一つの理由になってて、でたまたまだって海峡の深いところで探してね、餌がいない、たまたま集まってきて、おここに餌いるじゃんってナブラが起きてるだけのような感じなんですよ。だからたまたまナブラになるのはたまたまだけど、集まる理由にはなってるのかなっていう、そこに集めるなんだろう、好奇心があって、うん、あれでもそれはすいません、カップラーメン注いでる音じゃなくてその前のお湯が沸かれたブツブツっていうところですね。沸騰してるの音が伝わってるんで、お湯入れてる間に魚が近づいてきて、あ確かこの辺で落としてたよなって言ったら、あ、餌いたっていう、間違いなくナブラが起きてるような、うん、あのナブラ音のは他からも聞こえて、今食事が始まったよっていうことを聞いて、みんなわーって集まって空行けって来てると思うんですよ。だからそれきっかけに
なり得る可能性はありますよね。ナミチュー。あとね、僕今の話だと、はい、滴水性って水の勢いっていう意味、水のスピードです。スピード、流れる速さ、そうですね。で、僕もその理論すごく同じようなことを思ってて、うん、僕は一番重要なのって酸素だと思ってるんですよ、うん、餌じゃなくて酸素、うん、で、なぜ魚は潮の満ち引きでその活性が変わるかって言ったら、餌じゃなくて、うん、酸素をまずその、うん、まあ、例えばマグロとかなんか絶対そうですけど、泳いでないと死んじゃうわけですよ、うん、それはなぜかって、口から入った水がエラを通してそれで呼吸するわけですよ、うん、呼吸できないのは飯は食えないじゃないですか、うん、で、なぜ潮止まりの直前で魚が釣れるのかって言ったら、もうすぐ潮は止まるぞ、うん、呼吸できなくなるぞ、うん、運動量を少なくしないと生きていけないぞっていう時になったら、じゃあその前に食っちゃえ、うんうん、で、あとさっきもおっしゃったように、その適水性になった時に場所を背を乗り越えるって言ったのに、僕それすごくそう思ってて、例えばホースを潰すと水の、ホースを潰すと、うん、水道ね、うんうん、水がピューッと出るじゃないですか、うんうんうん、要するに潰れるってこと、うんうん、細くなるってことはスピードが上がるってことなんですよ、うんうん、で、太くなるってことはスピードが遅くなるってこと、うん、だから海峡が狭くなってるところはスピードが速いし、うん、遅くの、ね、広がってるときは遅いわけですよ、で、水深があるところは遅いし、水深が小さくなったところもホースを潰したと同じ効果でスピードが上がるわけですよ、スピードが上がってるって、で、その、ね、潮が落ちてきてスピード、潮のスピードが落ちてきたらよりその狭まってるところ、海峡的に狭まってるか水深的に狭まってるところに行けばスピードが上がるんだから、そっちに行こうとするんです、はいはい、うん、だから僕はそのスピードの高いところ、低いところをその潮のスピードに合わせて移動してると思って、うん、ね、うん、で、だから単純に滴水性ってそもそも川の、あ、なるほど、その用語なんですけど、その例えばなんかストラクチャーがあって、はい、そこに水を当てるっていう、そうするとここにそのスピードの差ができるわけですよ、はいはい、ストラクチャーから、うん、でそこにそのどの距離がどのスピードだっていう、だからそれによって岩名とヤマメの住み分けができてるんですけど、その僕はだから言いたいのは、このストラクチャーから吹き出るこの流れのスピードの差が、はい、海でも同じことが起きてる、例えば達比の瀬っていうのはストラクチャーと思えば、そこからの吹き出しが、ここは何ノットぐらい、ここは何ノットぐらい、だんだん遅くなってるわけです。だからその日によって、川のストラクチャーも同じじゃ、岩内山根が毎日同じ滴水性にはいないんですよ。なぜかというと、そこが滴水性じゃなくなってるから、水深が変わることによってこうスピードが変わる、変わりますもんね。そうですね。今日ここだけど、ちょっと水深増えて緩くなったらもうちょっと速いと思う。そうですね。っていうその微妙な変化っていうのを、幅と上で、それ体積ですよね。そうそう、だからその体積でスピードが変わるっていうのと同じで、僕ももともと渓流、子供の頃は渓流をずっとやってたんで、やっぱりそのトロ場と瀬と、うん、それからその岩があって岩の後ろ、うん、この岩の後ろからどんだけ離れたところに吹くかっていうのはやっぱり魚種によって違うっていうのは、うん、はい、明らかにあったんで、まあ、例えば声を映るんだったら絶対縁になるわけですし、うん、そうですね、カヤだったらまあまあトロもいるけどちょっと水に中断多少でみたいなね、うん、ヤマメだったらよりもっと早い方ね、うん、イワナはちょっと緩いところがね、うん、ありますよね、うん、やっぱりその川なんかでもやっぱ潮の影響をすごく受けてるんですよね、うんうん、潮で釣れる時間が、うん、でも実際は潮以外にも釣れる時間帯っていうのがあって、うん、じゃあそれはどういう時間帯かっていうと、それは測れないんですけど、例えばダムの放水とかスピードが変わると魚が動くんですよ、うん、とかそういうことであったりとか、だからそれやっぱりそういうのをこうずっと見てると、もう海も全く一緒だなっていう感じがするんですよ、うん、魚の動きが。ただやっぱりその動き始めと動く終わる、うん、動きが止まりそうっていう時に、うん、多分止まりそうだから早く食っとけるっていうことと、うん、で
その前食い損ねたから早く食いたい食いたいと思ったのが動き始めたサークルっていうと、なんかその2つなんじゃないかなっていうイメージですね。すごくその適水性っていう意味がなんか僕もすごく共感します。だからそういうこととだプラスその潮の向きと、潮の向きっていうのは基本一緒なんですよ、あの波は、はい、必ず同じ方向に流れてで、プラスその風、ということを考えるとある程度その魚の動きは想定できるんですよ、ある程度必ずしも一緒ではないんですけど、ただそれも含めた上でこういろいろなんかナブラの起きる感じを想定したり、ナブラの動くスピード、一回見ちゃえば動くスピードってすごく想定しやすいんですけど、今日みたいに何もなければ何も考えられないっていうのはあるんですけど、あとはもう一つそのこれがすごくそのこういうことを考えてると有利になってくるっていうのはかかってからのそのファイトがすごく有利になる。なるほど。どの方向に魚がこうなって船がどっちに引っ張られてっていうのがやっぱりこう分かると。そうですよね。ここで頑張っても必ず下に来るからこれダメだな、最初からあんまりそっちに力かけない方がいいなっていうのがこう分かるというか、だから船のどっち側向いて落とした方がいいなとかっていうことがこう考えられるというか、まあね、バスとかだと川とかだったらまだ分かりやすくていいんですけど、上から下っていうのは海流の動きと、あと当然ど真ん中は分かるんですよ、川みたいになってるから。ただ結構周りにこう巻き込みで反転流が起きたりとかするとちょっと違う方向に流れたりするじゃないですか。で、まあ、佐藤さんがおっしゃってるのはそういうのも含めて、まあ、どっちの方に流れてるから、だからむしろ反転流の中に流れてくれたらまだ有利な、っていうところで、本流に入られたら、はい、なかなか上げられないんですよ、そこずっと走っていく深い方に、深い方に走っていく、まあ、単純に考えると一番深いところを下の方に向かって走っていくじゃないですか。で、そうするとその時 の、はい、やっぱ重要になってくるのは、流れは一緒だとすれば流れに乗っちゃってるって考えた時に風がどっちを向いてるかっていうことで、例えば風が逆からだったら船はどんどん離れるわけですよ、だから魚が死んでもドラッグが出ていくっていうことなんですよ、例えば、だからそういうことを考えると、どういう方向にどういう力の入れ方で船を操船していったら上げやすいかね、土寺にしていくとこれは一生上がらなくて、なるほど、とか、はい、例えばそういう想定ができるんです、はい、一緒に走ると魚が上がりやすいんですけど、とか例えばそういうことも想定できるというか、そのランニングに関してはすごくやっぱり、まあ、バスとかも考えるんですけど、そういう以上にやっぱシビアですよね、まあ、上がらないですよ ね取れるかどうかけた後からの勝負っていうのも、もう一個マグロね。そうですよね。この前かける前と同じぐらい、ね、バスだとよりかける方が大切ですけど、8割ぐらい終わったなみたいな。マグロは5号ぐらいね、かけるまでかけたらね、サイズによってはもっと、まあ、もっとのかもしれないですね。かけてからがマグロ釣りですね。そうですよね、8割、10割とかね、ということですね。もう縁竹長ではございますがたくさん今日いいお話を聞きました。で、まあこれがですね、釣りっていうのは釣りも大事なんですが、釣った後のこういう反省会も大事だということで、本当に今日はどうもありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。またいろんなお話楽しみにしてください。では。